ちょっと真面目に話するけど、スズヤみたいな缶をここまで重用してくれてありがとうね。一応俺これからもよろしくね。どうする？何する？というわけで、スズヤとの結婚でした。どうもこんにちは、アプヌシです。いやー、なんかスズヤの性格にもよるんでしょうけど、あまり結婚らしくはなかったですね。まあ、これはこれで、とても可愛くてよかったんですけどね。これだけだとちょっとあれなので、せっかくなので、アプヌシとスズヤとの出会いなんかをお話ししていきたいと思います。スズヤは出撃ドロップを狙おうとすると、ゴノさんのボスドロップのみということで、まあ、結構厳しいんですけども、私の場合はですね、まあ、よくあるビギナーズラックということで、序盤にあっさりと手に入ってたりします。そうですね。序盤は、まあ、とにかくね、駆逐や軽巡ばっかりで、まあ、火力が乏しいので、で、まあ、高火力と言われている、まあ、戦艦が欲しいということで、ゲームを始めたばかりの頃は、まあ、戦艦レシピをずっと回してたんですね。しかし、まあ、私、けども、まあ、かなり運の悪い方で、何回回してもね、戦艦がさっぱり出ず、従順ばっかりだったんですよね。で、まあ、そんな中ですね、戦艦がね、まあ、最初に戦艦レシピで、まあ、戦艦が来る前に、なんと、レアと言われている熊野が2機と、で、まあ、その後に、まあ、鈴屋が来ると。まあ、そんな展開になったりしてました。まあ、今思い返してみるとね、本当に、初めて戦艦ゲットする前に、まあ、熊野が連続で2機と、まあ、その後に鈴屋と、まあ、今の私から見ると、まあ、結構運が良かったのかなと、まあ、そんな風に思い直したりもしています。で、まあ、熊野と鈴屋がまあセットで手に入ったわけなんですけども、まあ、そうですね。やっぱり、まあ、ウィキを調べてみて、まあ、両方ともレアらしいということで、まあ、最初はね、熊野と鈴屋両方使っていたんですけれども、まあ、おとなしい熊野よりも、まあ、元気な鈴屋の方が、まあ、良かったんですよね。それで、まあ、セットで使っていたんですけども、まあ、いつの間にか、まあ、鈴屋を機関にして、まあ、ずっと愛用していました。この動画を撮っている現在ね、私、5-2 を、まあ、攻略中なんですけども、まあ、今現在もバリバリの現役です。まあ、レベルの上限もね、結婚したことで、まあ、150まで上がるようになりましたし、まあ、これからもずっと使い続けていきたいですね。おっと、まあ、なんかちょっとだけ結婚式の挨拶っぽくなりましたね。それじゃあ、まあ、オチがついたところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ここまで視聴してくださって、ありがとうございました。それじゃあまた。